はい、こんにちは、木下ゆうかです。はい、ネクロアウイルスで、やっていこうと思います。リベンジです。さあ、このリベンジですね、実にこれ3回目ぐらいですね。これもう3回どころじゃないね、相当な数リベンジしてます。もう運ゲーなんですよね。割と細胞変遷が発生したらもう、終わりとは言わんけど、かなり危険みたいな、そんな状況なんですよ。まあ、ともかくね、ちょっと感染力を拡大させていきましょう。勝手にね、細胞変異し始めるんですよね、木下ゆうか。それがね、非常にね、じゃじゃ馬なんですよ、木下ゆうかのじゃじゃ馬たるゆえん。さあ、暑さ耐性を身につけたい。これ、暑さ耐性身につけなきゃ。よし、これで暑さ耐性が身につくはずだ。寒さ耐性か、先に。先に今は寒さでいいや。さあ、みんな元気になれウイルスよ。元気になれウイルス。よし、元気なウイルスがいっぱい。いっぱい。まだ感染力上げるか。まあ、こんなもんでいいかな、とりあえずは。とりあえずこの後薬剤取って、あと電線はもう一個水をね、プラスしてでぐらいでいいかな。とりあえず、毎回ね、ちょっとね、お金足りなくなるんですよ。DNA ポイントが足りなくなるんで、毎回。毎回ね、その DNA 値が足りなくなるんで、そこをちょっと、解決せねばなるまいので、ただ薬剤開発技術はね、薬剤耐性はね、ちょっとつけとかないと、どうしようもないので。よし、薬剤耐性はつけた、これで。ロシアじゃ寒さ耐性ないと流行んねえだろうな。まあまあまあいいや、とりあえず流行させよう。このままゆっくり進行させる。だね、不眠症のね、能力値とかはついたりするから、それが怖いんだよね。うわ、すげえ、中央はアジアでなんか死に、もうめちゃくちゃなことになってる。一気に陥落したな、中央アジア。アメリカもまだまだ陥落しそうにないね。よし、南アメリカいいね、これ。南アメリカいいよ。素晴らしい。あー、やっとアイスランドにも行ったか。ブラジルで愛のフェスティバル。マジ？今ブラジル行け、ブラジル。おい、全員ブラジル行け、ブラジル。唾液で感染するぞ。風邪以上の感染力。感染力はいいんだけどさ。あ、来た、唾液分泌。これがまずい。これもう一回来たらね、もうこのゲームオーバーみたいなもんだから、これ。来るんだよな、でもそれが。さあ、頼むよ。まだ世界人口半分だからな、これ。まあちょっときついんだよな。まだこれで、ここでね、ブーストかけるのはちょっとまだ早すぎる、さすがに。この流れでちょっとロシア、中国あたりが汚染されていってくれないと。あと汚染されてない国あるか？フィリピンか。あー、来た。うわー。マジか。もう後がない。もう使えない。マジか。どうする？いや、これは無理だな。このまま行こう。ちょっと押し切るぞ、木下ゆうか。スーダンが取り掛かった。知るか、そんなこと。もう木下がバレちまったらしょうがねえ。とりあえず研究スピードを低下させておこう。中国は空港閉鎖した。もう手遅れだろ、中国。さすがにそれは。バルト諸国とはこの辺で感染が進んでくれたらいいんだけどね。そしてな、この変化してほしい時に変化しないんだよな。今こそ変化してほしいんだよね、個人的には。今こそこう変化してドンドンドンっていってほしいんだけど。木は 26% 完了か。そろそろいかんとまずくないか、これ。まあまだ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 いいな。そろそろだろう、もう。まあ、ここだな、ここだ。いきます。一気にゾンビ化する。ゾンビ化して人格は破壊され死に至る。よし、これでいこう。プラス 5？ なんか 5プラスされたぞ。謎。
伝染力はもういいよ、もう。さあどうする、あとは、まあ、もう ちょっとずつ強くするしかないよな。危険度を上昇させていくしかない。あと、あ、そうだ、遺伝子強化しとこう、ちょっとでも遅らせるために。ちょっとでも遅らせる。で、感染で少しでも殺さないと。これ、あ、そうだ、ゾンビちゃん長持ちさせなきゃいけないんだよね、この辺で。ゾンビの長持ち機能も必要。いやー、足りるかこれ。足りるのか、果たして足りるのかな。オーストラリアとか、これかなり、これ最後の障壁になりそうだな。グリーンランドとかも、ロシアもやばい。ウクライナか、ウクライナで始まったぞ。さあどうする。まあちょっと、とりあえずはいいか。とりあえずはいいや。これ最後の抵抗粘るか。いや、粘る必要ないな。それよりゾンビが生きながらえる感じにしよう。まもなく配備スタートか。あんままだ死んでねえんだよな。あんままだ死んでないぞ。艦長は木下優香に対策をせず。まずい、新しい基地を設立しだしたぞ。オーストラリアか。人工育に行くのはまずいな。やりたい放題やりやがるぜ。ゾンビ自体も強くしなきゃいけないんだよね。よし、これでゾンビ軍、我がゾンビ軍も結構強くなってるから、まあそうだな、運動この辺もちょっと上げていくか。攻撃力、ゾンビの攻撃力上げてきます。ゾンビ力上げていくぞ。女子力ならぬゾンビ力上げていく。でも結構これきついだろうな。ゾンビも長持ちしないぞそんなに。なんか変なところで基地作ったな。ナジャモーフィアス、あと自爆作用だな。よしよし、なんかよくわからん感染発生。あとちょっとだ、あとちょっとで自爆作用手に入れる。中央アジアに核攻撃、え、何が起こったんだ。もう政府なんか機能してないだろ、もはやこんなの。無政府状態でしょこれ。正直無政府状態で、無政府状態これ。いやー、これ聞きましたよ、今更だな。今更この攻撃機能持ってもな。ウクライナこれ鉄壁の要塞になりそうだぜ。インドで Z コムが敗北、あの勝手に敗北しだしてる。まあ一応強くはなってるからね。一応強くはなってるし、この辺とかもまあほっとけば絶滅するんだよな、この辺とか。多分もうゾンビの力によってほっときゃ全滅だよ。全滅。そして、進撃、ブラジルか。いや、これきついね、これきついわ。いや、ちょっと今回もちょっとダメだったかもしれん、これちょっと誰かちょっと対策法を頼むわ。これはゾンビ力が足りない、さすがにこんなに打ち滅ぼせないわこれ。残念、お疲れ様です。無念、木下優香。ゾンビが多少湧いて終わりました、木下優香。残念。